はい、どんどんさん、こんにちは。有金全部使いまくりクリスティです。ということでね、この間のピンク系のお店に行くのに対して、1日2回行っちゃいました。うん。なんでかというと、2回分のお金が財布に入ってたからですよね。だから、あ、これ行けるじゃんっつって、他社あったんで、じゃあ2回行っちゃいました。で、2回行かなくてもいいよね。本当は1回でいいんだから、例えば。うん。また1回も行かなくて、それを、で気づいたのが、多分おそらくそれのため、そのお金を、まあ、それはそれでもちろん快感なのかもしれないけど、まあ、パチンコだったりもそれもそうだし、遊びもそうなんだけど、友達と遊ぶのもそうだけど、それをおそらく他のことになってたら、多分他のことがプロになるっていうか、まあ、その極められるなと思ったんですよね。まあ、その以外でそれが達成してプロになって、お金稼ぐとかそういうのは運とかいろんなタイミングもあったりするんでしょうけど、まあ、叶うまでやればいいだけど、まあ、おそらく早送りできるなと思ったんですよね。まあ、お金もそうだし投資ですよね。いわゆる自分に投資っていう話、これは本当そう思いましたね。うん。ピンク系のお店に行くのもいいけど、行かないで、まあ、例えば音楽やってる人、スポーツやってる人だったら、マイク買うとか、ユニフォーム、スパイク、ボール買うとか、まあ、それに対する道具を買うですよね、要は。まあ、音楽系の、そのソフトを買うとか、ね、キーボードを買ってみる、ギターを買ってみるとか、ギターの弦をちょっといいの使ってみる、エフェクターを買ってみたとか、プラグインを新しくしてみたとか、なんかそういうケーブルを買ってみたとか、まあ、ものづくりのためにちょっとスタジオに入ってみたとか、それでもお金は一応かかっちゃうじゃないですか、ビビたるもんですけど。だからなんかそこに、その、まあ、パチンコに行くとか、友達とバーベキューするとか、飲み会をするとか、もちろんそれはそれでいいんだ。それの達人なんだったらそれでいいんですけど、そうじゃないお金をおそらく多分そっちに費やしたら、多分それを極めることができるし、まあ、プログラミングの本とかを買えば多分、ね、持ってなかったよりは多分極められるじゃん。あとはやる気プラスアルファ、やる気と材料っていうかね、それがあればなんかその、同時にそのプラスアルファして、そのスキル的なものがなるんですけど、何にもしないで寝てたら、まあ、多分逆上がりもできないわけじゃん。その自転車乗れないわけじゃん。練習しなきゃ。簡単なことで言うと。まあ、なんかそうだと思ったんだ。で、それをピンク系に行っちゃって、一日だかしちゃってると、まあ、それは快感なんですけど、多分自分のスキルには繋がらないというかね。うん、だからネットフリーとかずっと見て、もちろん、その、なんかこう、役に立つ材料は頭に入ってきたりするけど、まあ、多分娯楽ですよね、要は。うん。すげえ楽しいなって言ってるけど、まあ、多分ボケとして見てるっていう方が意識的には強いのかなと。その時間、まあ、素振りするっていうか、まあ、いろんなことをやると、多分それのプロになるっていうか、一歩、階段が100段あっても、1段は登れるわけじゃん。であとやる気だよ。そっからなんか、あれになるのは。それに、とにかくやった方がいいなって思いましたね。うん。まあ、ほんと、その、まあ、パソコン一つ、この間 MacBook Pro 買いましたけど、やっぱその、リニューアルするのに、まあ、今でも使えるからって古いの使ってましたけど、やっぱ買ったら途端、作業速度も上がるし、合理的なね、動きもできるし、その効率的にも全然いいし、スピードがはかどるし、まあ、その買ったっていう楽しいので、やる気満々、まん散らかしちゃうわけじゃん。だからなんか、そういうのも含めて、まあだからなんか、まあ自分の方の投資っていうか、投資っていう言葉は硬いけど、まあ自分がぶっ放すためのあれに対しては、あんまりこう、遠慮しないでどんどん使った方がいいなと思いました、ね。うん。だからなんかそれで車買っちゃうとか時計買っちゃうってね。まあだから車とか時計のプロフェッショナルなんだったら別だけど、ただその見栄を張るためとかに、そういうのに何十万とか買うんだったら、まあおそらく違うものに買って、その30万を後で取り返すみたいなね。で、後で簡単に買うっていうか。まあ多分それをしてる人たちっていうのが、なんか YouTuber とか、まあ、わかりやすい話で言ったね。アーティストでめちゃくちゃバリバリの家に住んでバリバリの服着てバリバリの車乗ったりしてるんだと思うんですよ。あれを地道にサラリーマンやって、まあ稼いでギャンブルでやったら当たったら買おうって多分まあ難しいですよね、それを。うん。まあその1個前の形とか3つ前の形、また家は中古マンションとか、まあ1個だけ家新築の買うけど、まあ例えばなんかでっけえ家とか、めちゃくちゃなやつとか、で家をね、その家具もバチバチにオーダーメイドにして、好きな冷蔵庫買って好きなベッド買ってもう建築家入れて、そのあれっていうのはできないわけじゃないですか。うん。でもそれ超なりてえって思うし、なりてえっていうのはみんな思うよ、もちろん。だけど、本当になりてえんだったら多分、そこにピンチらかして、おしこししてるんじゃなくて、やっぱ娯楽じゃなくて、その自分のあそこに投資すれば、いや、いけるなって思いましたね。うん、なんで僕は、できてないんですけど、皆さんと一緒にこの動画を見て、ヘッポコが言ってたなってことで気づいて、やろうぜと思ったっていう、なんか、ユニクロの社長の本とか、まあ、ホリエモンでも誰でもそうですけど、西野でも何でも、本当みんなのリスペクトしてる人誰でもいいんですけど、多分みんな本に書いてあるんですけど、やらなかった人、それを見てもやらないわけじゃん。だから、今日僕が行って、あ、こんなカスでもやるんだと思って一緒にやりましょう。はい、ってことで、今日は、5分で、ちょっと時間がちょっとあれなんで、あれなんですけども、こんな感じです。ということで、巻き巻きで行きましょうよ。この後僕は切った後、マジでに行きます、そして秋葉原に今日も機材を全部買いにリニューアルしに行きます、ケチってね、来月にしてもしょうがないと思ったんでやりたいと思います。今日は真面目なプレゼントプレゼント終わりました。どうも走っていたプレゼント一緒に世界へ目指して世界へ行きましょう。じゃあね、バイバーイ、失礼します。バイバイ。